はい、トータル T の竹島です。今回はカスタムエアブラシの作り方というテーマで少しお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。カスタムエアブラシの作り方といってもいろいろありまして、どんな風にカスタムをしていくか、どこの部分をカスタムしていくか、どんな目的があるから、どんな不具合があるからカスタムしていくかっていうような話となっていきます。結構何の不具合もないのに、カスタムするっていうようなそんなことを楽しんでいる人もいるみたいなんですが、作業をしていてどうも自分に合ってないみたいな、そんな時を感じた時がカスタムのしどきじゃないかなと思っております。自分はオリンポスエアブラシっていうののお世話をさせているもらってる人間でして、販売とか修理とかいろいろやってるわけですが、結構いろんな方から質問を受ける毎日でございます。で昨日も外国の方かな、メールがありまして質問があったんです。でどんな質問かっていうと、HP の101っていうエアブラシを持ってると。でそれはノズル口径 0.3 って言われているものなんですけども、その 0.3 の HP101 を 0.2 にできないかと、そのやり方を教えてもらえればっていうような感じのメールでした。で、どういうふうな返事をしようかなと思いつつこの動画を撮っているわけです。でこの後ろの方にヘルメットがありますが、ヘルメットのこの目の部分とかおでこの部分とかなんか傷があるなみたいな風に見えてると思うんですけども、これ自分がペイントしたヘルメットじゃなくて、自分がいろいろとエアブラシのことを教えさせてもらったというか学んでもらった方が施したエアブラシ入りのエアブラシ入りのヘルメットなんですけど、それをバイクに乗っててちょっと転がしたんでしょうね、落っことしたっていう感じですかね。で傷が入っちゃったと。でそれで今直してあげようと思って作業してる途中なんですが、この目の周りのところを直そうとすると、じゃあどのエアブラシを使うかっていうところなんですけども、今実際下地のところが整えられてというか段差がなくなった状態で、でいざ顔の目の部分を直していくっていう時に入ってるんですけど、自分だったらどのエアブラシ使うか、前に出てるこの3本のうちのどれを使うかっていうとこなんですけど、どれでもいいんですけども、一番やりやすいのは今の場合だとこれですかね。 HP の 62B っていう機種です。 HP の 62B っていうこれ 0.2 ノズル口径が 0.2 っていうやつなんですけど、言ってみれば小筆ですね。筆ではないんですけど、エアブラシなんですけど、細かな作業がしやすい、って感じです。で真ん中のさっき出してた HP の101っていうのは、プラモデルなんかする人が結構好んで使ってて、昔は皆さんこのオリンポスの101を使ってる方がほぼ全員みたいな感じだったんですけど、それが今は他社さんがいろいろとこういうオリンポスのエアブラシとかを参考にしながら、同じような機種が出てきたり、省略されてもっと簡単な安く上げれるようなエアブラシになってきたりっていう時代に入ってきてるんですけど、HP の101っていうのはエアブラシの名機なんですね。でただ今の現状を言わせてもらうと、細かな作業をするっていう方よりも、プラモデルの世界ではなんですけど、全体的にプラスチックのパーツを、ほどほどな大きさのプラモデルのパーツをガーッと塗るっていう、
それもあの絵を描いたりとかじゃなくって一色に塗るっていう作業がほとんどなんですね、うん、でそうやっていくとこの HP の101よりも、うん、今ここに HP の 74D っていうやつを出してあるんですが、HP の 74D っていうやつですね、うん、カップもはちょっと大きくなってますけど、これは 0. ノズル口径 0.4 なんですね、うん、でまあ今こうやって3つ並べてあって今 0.4 って言いましたよね。で HP101 は 0.3 で HP の 62B は 0.2 と、うん、0.2、0.3、0.4 という風に今前に並んでるわけです、うん、で物の大きさが大きくなったりとかまあ、細かな作業の必要がない、もっとムラなく塗りたいとかね、結局細かいことをしてってなると、まあ、ムラを作っていくというのかな、どういうのかな、均一に塗るっていうよりも、まあ、絵を描いていくとか細かい、うん、ディティールにこだわって細かい作業をしていくのが小口径のエアブラシで、標準口径の 0.3 は、まあ、ちっちゃな小物ですね。このような大きさのものを塗るというような作業が多いプラモデラーの方たちは、この 0.2 のエアブラシよりも 0.3 がちょうどいいであろうみたいな感じで、結構この0.3 のノズル口径のエアブラシが多いんですね、うん、でなんだけども結構エアブラシを近づけて塗っちゃうとムラになっちゃうんで、ある程度離れたところから塗ってパターンを広げてムラなく塗るっていうのが、うん、普通なんですけど、ついついエアブラシを近づけちゃうでムラになっちゃうっていう現象がよく起きるんですね、うん、その点この 0.4 のエアブラシノズル口径が 0.4 になるとパターン幅も広くなって全体にムラなく塗りやすいで、色もドバッと出てくれて、まあ、ウェット塗りって自分は言ってるんですけど、まあ、濡れたように塗るっていうか、乾いたように塗らずにカサカサとバサバサと塗らずにベタッと塗ると、ベタッと濡れたように塗るっていうのをウェット塗りとかって言うんですけども、まあ、自分はドライ塗りとかウェット塗りとか、うん、セミウェットセミドライとかってそんな感じのかっこいい言い方をすればですけど、塗り方にもいろいろあって、で今時の流行りは、流行りって言ったらプラモデラーがやってる方たちの塗り方っていうのはウェット塗りメインで、全体的にムラなく塗る、一色に塗りつぶすというような塗り方がほとんどなので、そうすると 0.3 の HP101 よりも、うん、ノズル口径 0.4 のHP74D とか、まあ他のプラモデルメーカーでもいろいろと機種があると思いますが、ノズル口径の 0.4 とか、まあ、またそれ以上になると 0.5 とか、うん、まあ、またそれ以上もあったりするんですけども、まあ、そういったやつ、ノズル口径の大きいやつで、うん、全体的にムラなく塗るというような話となってくるわけですね、うん、で話戻しますが、エアブラシのカスタムについてなんですけど、カスタムエアブラシを作りたい時、したい時っていうのはやっぱり自分の思ったような感じじゃない、エアブラシを使ってていやーこれちょっと違うような、やりにくいようなとか不具合があるんだよなっていう時にカスタムを考えて自分でカスタムしていくのが本当のカスタムだと思うんですけど、不具合もないのにカスタムをしようとするのはちょっとそれは違うんじゃないかなということです。で、まあ質問が遅れた、HP101 の、うん、を持ってる人は 0.3 のところを 0.2 にしたいということで、多分その細かいことをするときに不具合を感じているんでしょうね、うん、色がドバッと出すぎるとか、まあ細い線が描けないとか、なんかそんなような感じだと思うんですね、うん、で、上手な方になると、エアブラシのテクニックがある方になると、まあ一番最初の方に
自分はこの顔の傷を治すときにどれを使うかっていう感じで、まあどれでもいいんですけどって言って言いましたよね、うん、言ってるんですよ。どれでもいいっていうのはまあ別にどれ持っても治せるんですよね、うん、ただその中でやりやすいかなって思うのはこの一番左の0.ノズル口径 0.2 の HP の 62B 管だと、この3本のうちの1本をどれかと取ればという話ですけど、そのやりやすいのは左側の HP の 62B0.2 なんですけど、まあ真ん中の 0.3 の HP101 でも、うん、右側の、HP74D0.4 のやつでも、やれちゃうんですよね、うん、でまあ自分はテクニックに自信が大ありかって言ったらそうじゃなくって、まあそこそこ、まあまあ結構何十年もエアブラシと関わってるんでそこそこできるっていう程度で、特別うまいとかそんなんじゃないんですけども、やっぱ技術が上がってくると大は小を兼ねる的な使い方をするんですよ、うん、ノズル口径の大きいエアブラシでもこうやって持ってちょってこの引き方をちょっとにしてとか、あとまあ近づけたり離したりっていうその辺のあのなんていうのかな、エアブラシさばきが上手になってくる、うん、プラモデルやってる人たちはこんなこういうものをですね、ある程度の距離でガーって塗るだけのことしかやってないですから、なかなか技術って底止まりになっちゃうことが多いと思うんですけど、このヘルメットのような絵を描いてるとやっぱり近づけたり離したりとか、そのこの指加減、色の混ぜ加減ですね、そういったところも鍛えられていくんですね、うん、でそういったのでこのノズル口径の大きいエアブラシでも細かい作業ができるようになっていく、要は腕でカバーしていくわけなんですよ、うん、でもまあ初心者にとっては難しく当たりますから、やりやすいのを持っていくということになってるんですけど、自分も最初から大は小を兼ねる的な使い方ができたわけじゃなくって、やってると理屈とかも分かってきて腕も上がってくるっていうか慣れてきてっていうか、いろんな経験をしながら今に至るなんですけど、まあまあ大は小を兼ねる的な使い方はすぐにはできないかもしれないけども、まあそうなっていきますよと、楽しんでいけばそうなっていきますよということです。でちょっと話長くなったのでビデオ一遍切りますね。はい、はい、カスタムヘアブラシの作り方ということでお話しさせてもらってますが、カスタムヘアブラシの作り方、まあ自分の思ったような風にもっと使いやすいように自分の手に合ったように自分でカスタムしていくのがカスタムヘアブラシっていう感じなんですけども、カスタムされたものを買うっていう手もあります、うん、それはまあ自分の目的に合ったカスタムヘアブラシがあればの話です、うん、ただやっぱり人によっていろんな目的っていうかやり方とかもあったりとかすると思うので、その本当に自分に合ったものに近づけていくにはやっぱり自分で自分に合ったエアブラシを作っていくカスタムの仕方っていうのを知ってた方がいいと思うんですよ、うん、そこでちょっと重要なことをちょっとこれから言いますよ。ちょっと一遍ビデオ切りますよ。はい、カスタムエアブラシの作り方ということで、今回はねノズル口径違いのエアブラシを作るっていうようなサブタイトルですかね。まあ 0.3 のエアブラシを 0.2 にするとか、うん、0.3 のノズル口径 0.3 のエアブラシをノズル口径 0.4 にするとか、なんかそんなようなノズル口径を変えて自分の思ったような霧の出方にするという、そういうカスタムエアブラシを作るということなんですけど、まあ普通の人が考えがちなのはノズルだけを交換するっていうやり方があると、考え方があると思うんですけど、実はまあノズルだけ変えてもいける時もあったりするとは思うんですが、重要な要素っていうかスプレーエアブラシの重要な要素
ていうのがあって、ノズルとニードルと空気キャップ、その3点ですかね、うん、大事なパーツ名を挙げる、3つ挙げたら、挙げるとするならば、うん、ノズルでしょ。ノズルっていうものはその穴の開いたちっちゃな先端の色が出てくるところ、流れ出てくるところのノズル、うん、そのノズル口径っていうのが 0.2 だったり 0.3 だったり 0.4 だったりするっていうわけです。でその 0.2、0.3、0.4 っていうのも結構適当で、ちょうどそのサイズかっていうと結構違っていたりするんですね、うん、まあ皆さんに分かりやすく伝えるためにそういうふうに適当な、まあ切りのいいとこで 0.2 とか 0.3 とか 0.4 とかっていう表記されてるという感じなんですけど、中には大きく表記が間違ってる、間違って表記、違う表記をしてる、うーん、エアブラシの機種があったりメーカーさんがあったりします、うん、それはなぜかというと、その表記をすることで売れちゃうから、売れていくから。例えば細かい作業をするのには 0.2 よりも 0.18 の方がちっちゃいから、 0.18 って表記することで細かい作業がしやすいんだろうと思って、そのエアブラシを買う。で値段高くしてでも、高くしてもお客さんは 0.18 だと思って、 0.2 よりもちっちゃいからと思ってそっちにを買おうとするという現象が起きて、結局なんか儲け口のエアブラシが 0.18 っていう表記をすると、儲け口のエアブラシでもこれは儲かるぞという、でも実際ノズル口径測ったら 0.3 以上あったりとかするんですよ。詐欺みたいな世界ですよね、うん、それはいかんなと思うので、今自分はノズルのノズル口径を測るのに専用の測るものをちょっと買ってですね、ピンゲージっていうんですけど、そういったものをちょっと買ってノズル口径測って調べてみたりしています、うん、で実際にノズル口径がちょうど 0.2 だったり 0.3 だったり 0.4 だったりするってことはあまりないですね、うん、微妙に違うか大きく違うかちょっと違うかみたいな、いろいろです。はい、だから今前に出てる 0.2、0.3、0.4 と言ってますが、実際に測ってみたらその真実が分かってくるということです、うん、まあ皆さんにお伝えしていこうとは、していこうとは今後思ってるんですが、今の話ではまだ測ってないので言えないっていうか、うん、ただ表記としては 0.2、0.3、0.4 と言われてるエアブラシですという感じですね、うん、でカスタムするときにその大事なのは、そのノズル口径を変えればいい、ノズルだけのノズルのパーツ1点だけを変えればいいと、交換すればいいっていうものでもないというお話です。で大事なのはノズルとニードルと空気キャップ、まあ空気キャップっていうのはノズルキャップとかっていう言い方、言われ方もします、うん、で、まあ、結局その3点が重要だと。でそこの3点をいろいろと変えていくことによっていろんな切りの出方になっていくということです。でそこで自分好みな設定にしていくということです、うん、はい、じゃあ実際にちょっと見せていきますね。この 0.3 HP101 で見せていきますよ。まあやばしこうなってますけど、これ一番先端のこれはニードルキャップとかニードルカバーって言われるものです。うん、針先、ニードルの針先を守るもの、カバーするものなんですね。うん、で本来は、まあ、これがついてない方が本来の切りが出てくれるんですけど、先端が非常にずっと出てるのでどこかにぶつけたりすると傷んじゃう、曲げちゃうっていう風になるので、このニードルカバーとかニードルキャップがついてるわけです。でこれがついてないように近づけるためにクラウンキャップ、王冠のようになったクラウンキャップがあったりするわけですね、うん、で今ニードルの針先が見えてると思うんですが、
このニードルの針先ですね。ピントがなかな。ニードルに出たような、この、これがこう、こうすると、後ろに下がる。出る。後ろに下がる。まあ、ここでレバーを前後させることによって、ニードルが前後していくわけなんですけど、うん。で、今、次にこの、ニードルじゃなくてこの部品を外そうと思うんですが、この状態でこの、まあ、ノズルキャップとか空気キャップとかって言われるものなんですけど、これを外そうとは自分しないんですね。これ外す時にまずはこのテールキャップを取ってですね、でニードルストップネジをちょっと緩めて、ニードルをまっすぐ後ろにまっすぐ気をつけて抜く。そうするとニードルだけが抜けます。で、それをそーっとどこかに置いてですね。で、この状態で空気キャップとか、ノズルキャップって言われるものですけど、これを取るんですね。うん。ニードルが取り付いた状態だったら、針先を痛めさせるとか、曲げちゃうとか、無理しちゃうっていうところがあるんで、ニードルを抜いてから、この空気キャップ、これ空気キャップ、まあノズルをキャップ してるのでノズルキャップとも言います。で、この空気キャップの穴のサイズが、穴開いてるんですけど、ちっちゃく穴開いてるんですけど、これがノズル口径ではなくて、この今先端にここに出てきてますけど、これがちょっとアップしますよ。で、今はノズル口径違いのエアブラシを作るっていうことをちょっとメインに話してるんで、あれなんですが、まあ他のノズル口径以外の部分のカスタム、どこをカスタムするかっていうようなことだけ簡単に言いますね。例えばですね、まあ塗料カップが、これ C カップって言うんですけども、この C カップ、これまあ ABC、 いや違う、BCD、 これ B カップって言うんですね。うん。まあその下にもっとちっちゃいので A カップっていうのがあって、 A カップ、これでこれ B カップ、これ C カップ、これ D カップって言うんですけど、例えばこのカップ、これを使ってて塗料がすぐになくなっちゃうよと、もっと大きいカップがあったらいいのにって思ったら、この D カップに変えるとかですね、またそれ以上のカップに変えるとかっていうことができたりするんですね。うん。あとこの上についてるこの押しボタンレバー、まあこれ結構いい押しボタンですよ。小判型の押しボタンって自分は言ってるんですが、あと脱線しそうだな、こういう形のボタンなんですが、とってもこれ好きなんです私。うん。で、今はなんかこのボタンがもう製造されてないような感じでして、もうみんな丸型のボタンで省略化されてきてますね。うん。で、この押しボタンを変えるとかですね、まあこの押しボタンも種類がありまして、ここの高さが違う押しボタンがあるんですね。そういったものを低い押しボタンに変えるとかってすると、とても操作がしやすくなったりするわけなんですね。うん。で、今塗料カップいったでしょ。で、押しボタン、まああと、そうですね、このこれテールキャップがこうやってあって、これニードルアジャスターついてないですけども、まあこれはニードルアジャスターってついて、まあうまくレバー操作ができない人のための機構なんですけども、まあこれをまあ変えていく、ありなしに変えていくとかですね、まあ自分の思ったニードルキャップに変えていくっていうこととかですね、あとはまあこのバルブ、エアバルブの中のバネの強さを変えるとかですね、バルブごと変えるとかですね、うん、この
中にまたバネが入ってたりするんですけど、そのバネの強さを変えるとかですね、いろいろとあるんですね、でそういったので自分の思ったエアブラシにしていくということです。で自分ではそのカスタムしたやつ、自分なりにカスタムしたやつをお世話させていってもらう、必要な人にはお世話させていってもらおうかなと思うんですけども、カスタムも結構いろいろとやり方っていうかいろいろとあるので、お客さんが好みのやつっていう風にしていくには結構大変なんですね。なのでまあ一般的な自分が思うカスタム、多分こういうのを欲しがるんじゃないかなっていうのは組んだやつをお世話させていくっていう感じですかね、はい。でカスタムエアブラシを作っていくにあたって、改造していくにあたって、パーツを交換していくっていう風にな作業になっていくんですが、パーツの互換性っていうものがありまして、あったり合わなかったりするわけなんですよ。まあ、例えばネジのピッチが K とかもそうですけども、K は一緒でもピッチがネジピッチが違うとかですね、いろいろあるんですよ。でそういったのでパーツの互換性っていうのを自分はまあ研究できてる状態なんですが、それはいっぱいたくさんのエアブラシを持ってるからなんです、だからそれぞれのエアブラシをばらして、各機種のエアブラシをばらしながら、これとこれはあこれ同じパーツ使ってるなとか、そういったふうに、すいません、どこまで言いましたっけ、そうですね、カスタムのするためにパーツを変えていくんですけども、交換チェンジしていったりして、自分の思ったものにしていくんですけど、結局互換性っていうものがあって、あったり合わなかったりすると、でそれを調べていくわけなんですけど、それを知っていれば必要なパーツをこ買って交換していけば自分の思ったようなカスタムができていくわけなんですけど、まあ自分は公開してる部分とその公開してない部分があるんですね、でそれはなぜかっていうと、公開しちゃうと自分のノウハウがだんだんとバレていくっていうか広がっていく、価値が下がっていくんで、みんなに知れ渡っちゃうんで、知ってる人だけに教えるっていうか、教えてもこの人なら教えてもいいなっていう人だけに教えてます、教えるにしてます、でまあそれだけ仕事を飯の種になっていってるっていうことなんですよ、だから基本エアブラシの互換性に対しては企業秘密とさせていただきますっていうのが基本というかね、エアブラシをまあ販売していく側、ノウハウを教えていく側にしてみたら企業秘密となっていくんじゃないかなと思いますね、だんだんとまあだんだんとまあそういったのをね、企業秘密じゃなくてオープンにしていく人も出てくるとは思うんですけども、今はまだそんな時ではないかなと思います。でですね、次にちょっと言うことは、ちょっとポイントっていうか、なんていうんですかね、ちょっと一遍ビデオ切りますね。はい、エアブラシのカスタムしていくにあたって、いろんなエアブラシメーカーさん、エアブラシブランドがあるじゃないですか、そういったところで自分はオリンポスエアブラシのお世話をさせてもらってる人間なんですけども、まあ自分の贔屓ではないですけども、オリンポスエアブラシだとカスタムをめちゃめちゃ楽しんでいけるし、その互換性を楽しんでいけるし、自分の思ったエアブラシに近づけていくことができやすい、そんな感じなんです。でそれがまあオリンポス以外のエアブラシブランドの場合ですと、まあ機種数がまあ限られてる、販売されてる機種数が限られてるので、数種類の中から選ぶっていうような形しかできないんですけど、オリンポスのエアブラシの場合は200機種、200種類の
以上のエアブラシがありまして、まだ販売してないエアブラシも、世に出してないエアブラシもいっぱいあったりするんですけど、うん、でそういったエアブラシにでそれをカスタムしていくことによって、まあ、それが何倍にも2倍にも3倍にも増えていくんですね、うん、まあ、結局自分の思ったようなエアブラシにたどり着きたいと思ったら、オリンポスエアブラシってすごくまあいいですよみたいな、そんな感じなんですね。それが他社さんの場合ですと、まあ、最近だと廃盤が目立ってきてですね、エアブラシがなかなか売れていかないもんだから廃盤になっていく、ほんで、まあ、売れてしまったら次の生産はしないみたいな、で部品供給も数年間だけ供給できますよみたいな感じで、もうなくなったらもうそれで販売終了みたいな、ソールドアウトみたいな感じで再生産しない動きが最近は目立ってますね。まあ、もしかするとエアブラシが世から消えるのではないかっていうような、そんなような怖さみたいなのも感じるんですね。まあ、それだけエアブラシを売っていくっていう、販売していくっていうのは、でそれで利益を上げていくっていうのはとてもとても難しい、うん、ですよというこれはまあ業者側としてのお話ですけど、うん、みんな儲かると思ってエアブラシの世界に入っていくんだけども、で販売者になっていくんだけども、そんなに儲からないって何年かして分かって、ほんで撤退していくっていうような感じなんで、それの繰り返しですね、うん、だからまあオリンポスのエアブラシの場合はもう今でも何十年も50年以上ずっと続けているわけなんですけども、そんな中で部品供給がほとんどされ続けてるっていうところはすごくないですか、うん、普通だったら数年ですよ、数年で部品供給しなくなる、本体も廃盤となっていくのが普通っていう世の中なんですけど、オリンポスは50年以上経ってるのにまだ部品供給し続けていられるってすごくないですか。でもまあある限りなので、ただまあその量が半端でない多いので、まあできるということですね、はい。でついで話をさせてもらいますけども、昨日ね、ネットでいろんなエアブラシのブランドのところをちょっとネットサーフィンしてたんですけど、まあエアブラシを買う側の立場となってネットでエアブラシどれがいいかなショッピングサイトとか見てみたりしてたんですけど、すごかった。値段のね、値段がピンキリで、でもう本当にどれを選んでいいか分かんないような時ですね、うん、で値段の付け方がもうまあそれぞれの販売店なりに考えた値段の付け方なんでしょうけども、もう本当に安いのもあれば高いのもあれば、うん、でまあ先ほど言ったようなまあ取り寄せであったりとか、まあ部品供給できないとか、うん、部品供給できない状態ではあるんだけども、そのことを言わずして、うん、安心して買えますよ的な風に出してるところもあればですね、いろいろなんですよ、うん、でやばいな、もうこれエアブラシから撤退していく企業さんもちょこちょことこれから出てくるのかなって感じてしまいました、うんうん、だからね、まあ、自分もエアブラシを、まあ、この先もずっと死ぬまで皆さんと一緒に楽しみながらエアブラシのお世話をしながら、うん、生活とかもしていきたいんですが、多分自分は死ぬまでエアブラシのお世話とかエアブラシを楽しむことはやめません、うん、やめれないでしょうね、うん、でも普通の勤めの人間でサラリーマンでエアブラシを販売してる会社とかに勤めてるんであれば、勤め人ですからね、サラリーマンですから、とっとと辞めて他のもっと楽しいとこに行くとかってもっと儲かるとこに行くとかっていう風になってるでしょうね、うん、まあ、自分は個人で、まあ、一人のエアブラシ好きな人間っていうそういうところなんですけど、そこを逆に、まあ、強みとさせてもらってるっていう感じですね、うん、
で、オリンポスのエアブラシまだまだいっぱいあります、機種もたくさんあります、そんな中でカスタムっていうことに興味があるんであれば、いろんな機種がありますんで、そんな中でいろんなエアブラシを買われて、いろんなパーツを買われて、でパーツだけを買うと高くつくんで、エアブラシ丸ごと買って、でそれをばらしながらいろいろと自分で調べていって、互換性を見ていって、で自分の思ったカスタムエアブラシを作っていくという楽しみがあってもいいんじゃないかなと思うんです、で公開できる、カスタムの方法は公開していきますし、でこれはちょっともったいないなっていうところは秘密にさせていただきます。秘伝のタレ的な、食べ物を作ってるところが、これは秘伝のタレ的なみたいな、秘伝、企業秘密なんですっていうような部分は、飯食っていくために続いていくでしょうね、当分、はい、そんなわけでエアブラシのカスタム、自分の思ったようなエアブラシにしていくっていうことですけども、そういう楽しみがあったりするっていう世界なんですけど、基本 HP101 で細かいことをしようと思ったならば、カスタムしようとせずに、0.3 から0.2 のエアブラシにを買ってやった方がよっぽど早いし、お金もかかりませんよ、考える必要もないですよということなんですけど、カスタムを楽しむっていうところでは、今みたいな話になるわけですね、なんかいろいろと毎回話が長くなりますが、今回はエアブラシのカスタムについて、特にノズル口径というところについてちょっと中心に話させてもらいましたけど、またYouTube のメンバーシップの方ではもっとさらに、入ったような話もできたりしていくかもしれません。今のところは YouTube のメンバーシップになってもそんな大した話はないんですけども、やっぱり自分にのファンになってくれた人とか、自分にお金を入れてってくれる人、注ぎ込んでくれてる人に対してはやっぱりそれなりのお返しをしていきたいと思うので、こういったようなエアブラシのカスタムについても教えられる部分は教えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。